おお、いや、めっちゃいいやん。寝る前には歯を磨きましょう。糞尿愛好症。え、大丈夫？病気になると多分進行ジュエル。なんで？自分ちょっと楽ちゃうな。おい、キメラにしたやろ。こういう単純作業ね、一生できるんですよ。レベル上げとか採掘とか。やばいな、もう集まったやろ。一生やっちゃうわ。はい、調理用焚き火。信者の空腹を満たすため材料を調理して料理を作ろう。うん、オッケー。これを作りますと。あ、場所選べるんだ。あ、で、木とかある場所は建築できませんと。じゃあこの辺やっとくか。はい、適当に決めました。あとは今はまだ何も建築できないのね。もういろいろあるっぽいな。うわ、楽しみ。やばい。わ、作り出した。たいたいたい。えらいね。ありがとう。料理してみよっか。ベリー料理。ベリーが必要なのね。ちょ、集めるか。戦いに行く聖戦ってやつでも料理を手に入れれるし、こうやって、この辺でベリーをこうやって調達できるということでしょうか。はい、集めた。作れる？あ、作れるね。4つ作れる。料理する。なんだこれ。はい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 。次は祭壇を作らねば。だが、そのためにはまず、信者と金貨を集める必要がある。古き信仰の地にて、異端者を粛清することで、その両方を得られるだろう。わしら二人の恩人である、待ち受けし者は、4人の古き信仰の司教によって囚われの身となった。それぞれの司教は彼の御方を陶器知恵と縛る鎖を守っている。うん、何言ってんのずっと。だが奴らの領域へとつながる道は開かれた。彼の御方を解放するため奴らを探し出して殺すことがお主の役目だ。さあ行くのだ。金貨、そして信者となる意欲のあるものを探せ。意欲がなき者は力ずくで排除せよ。はい、物騒やな。ああ、なるほど。この契約したさっきの邪神が、あの古き信仰っていう異教徒か、まあ、うちらからしたら異教徒のその司教、あの4人に封印されちゃったんだ。だからその封印を解くために司教を一人ずつ殺していけみたいな話やったってことかな。これ料理ね、置きっぱなんだけど、どうすんの？え、食べへんなあ。めっちゃ働いてんな、自分。料理を探して食べさせる。食べておいでよ。かわいい。よし、行くか。古き信仰の地に行って、信者と金貨を探してこいと。扉が、4つあるね。あの司教と同じ数あるね。ここにまず行けるのかな。はい、夜闇の森。おお、くさー、行こうか。むずいのかな。あ、やっぱ体力あるんだ。ハート4つと聖剣士の剣装備する。おー、シャキーン。この先式をレーシーの地なり、古き信仰に逆らう者、破滅の定めをたどるだろう。はあ、レーシーってやつの守ってる土地なんだ。あ、早速出るやん。これ何？え、何？痛いやん。やめて。危ないね。金貨。金貨集めようね。先手必勝。よし。1ステージ1ステージはまだ難しくない。誰？エラマッカー。クラウネック。子羊を称えよ。かの子羊は大いなる力を授かり、囚われの待ち受けし者を解放するだろう。かつて何千年も前にカードが示した言葉だ。もしくは未来の出来事だったか。私はそなたに何枚ものカードを引かせてきたものだよ、子羊。だが同時に今回が初めてでもある。どういうことですか？
え、ループもの？このカードを引くがいい。出会うたび1枚カードを引かせてやろう。選ばれたカードはそなたに力を与える。どのような力かと？それは基地であり未来だ。真実はカードのみぞ知る。おお。カードを選ぶ。これは？あ、ハートが1枚増えました。これ何？アンロック済みのタロットカード。あー、これでカードを、この人に出会うたび1枚ずつ引いて能力を得るのかな。うーん。道は開いておるぞ。わかりました。予言があったんだ。予言で子羊が、待ち受けし者の鎖を解くっていう予言があるんだ。だから子羊をすべて生贄にしようとしてたということでしょうか。危ない危ない。お、なんだ、やめてやめて、怖い演出やめて。誰？あ、ルーシーちゃん。これはどういうことだ。他の子羊同様、貴様は殺したはず。だが貴様は頑固にも我が目の前に存在している。その王冠は奴の力、まさか。だが我は強い。尻尾を巻いて逃げるのだな、哀れな子羊よ。はっ、何だった、大丈夫？生贄にしたまんまだと思ってたんだ。うわ、はい。金貨何ぼほどいる？お、新しい力じゃない？死の扉。残りの体力がハート半分になった時、敵が受けるダメージが2になる。おお、やった。ん？あー、なんかチャートみたいな。これベリーで、これ木だよね。食べ物が大事なんじゃないの？あ、ベリーだ。ここは何もないの？なあ、この帽子が飛んでいくの可愛いんだけど、で戻ってくるの可愛いんだけど。お、異教徒どもー。はい、こっちちょっと道ちゃうな。こっちは、あ、こっちは引かしてください。すべての武器ダメージが 1.2 倍になる。より価値の高い宝箱の出現確率が上昇する。ウサギの足、こっちがいいな、なんとなく。ありがとう。よし、ボス？誰？よくここまで来たな、哀れな子羊よ。我が信者は我のためであれば何でもするぞ。さて、貴様の信者はどうだ？アムドゥシアス。大義のためであれば、この身を捧げましょう、王、偉大なる指導者よ。おい、赤き王冠を破壊するのだ。おい。おい、キメラにしたやろ。やったな、あいつ。解放してあげよう。あ、かわいい。なんか元に戻った。めっちゃ自分、モンスターっぽいね、見た目。強化する。あら、カンパニナ。おお、救ってあげましょう。信者になった？なんか4分の1が光った。これで教団に戻る。あ、これでここも OK？ うー、ただいま粛清してきたわ。無事に戻ってきたのだな、安心したぞ。それも新しい信者候補を連れて。これで我らが教団に信者が増えた。まずはこやつを強化するとするか。話の続きはそれからだ。おお、あー、さっきの大丈夫？はい、救ってあげましょう。アルシアス、ちょ、名前はもう変えた方がいいんじゃないな。異教徒からもらった名前じゃないそれ。はい、じゃあ花ちゃんにしてあげましょう。信者にしてあげましょう。な、頭大丈夫？脳みそ飛び出てない？
え、じゃあ自分石の採掘しといて。信者には作業を行うか祈りを捧げるかを指示できる。信者が祈りを捧げると祈念と呼ばれるものが生み出される。だがこの祈念を集めるには祭壇が必要となる。ああ祭壇な、祭壇作りの途中やったやんな。これか。はい。おお、邪悪やな。素晴らしい。これで信者はお主を崇拝できるようになった。そこに新たな信者がおる。祭壇で祈りを捧げるようそやつに指示するのだ。信者が祭壇で生み出した祈念を集めることで神聖なる啓示をアンロックすることができる。なるほど。おお、新しいやつ来た。こっちおいで、強化しましょう。助けてあげましょう。お、キツネ、かわいいね。糞尿愛好症。え、大丈夫？病気になるたび進行10エル。なんで？病弱。病気になった時ベッドで休む際の回復速度が 15% 低下する。こいつめっちゃ病弱や。病弱やけど、なんか病気になったら進行が上がるって言ってる。大丈夫自分？身を犠牲にするタイプ？祈ってくれ。で、これを受け取ると。神聖なる啓示が満たされた。おう。おう。教会堂。おー、これ。おう、作れるようになってる。わっ、いいやん、いいやん。作ろう、作ろう。どこ？正面だろ、やっぱ。うわ、うわ、めっちゃやだ。若干ずれる感じめっちゃやだ。ここにしよっか。オッケー。作れみんなー。うわー、邪悪な見た目やな。教会堂は教団における中心的存在だ。説教を行うことで力を得たり、儀式を行えば信者たちの弱き心を操ったりすることができる。弱き心って。教団内の信仰を高く保つことはお主の役目だ。信仰が低くなると信者が離反し始め、最終的には教団から去ってしまうぞ。あ、なるほどね。保つためにいろいろやんなきゃいけないんだ。信者たちがお主の言葉を待っておる。偉大なる指導者としての姿を信者たちに見せつけようのだ。教会堂内で説教を行うことがいい。説教？説教って合ってる？これ読み方。おお、いや、めっちゃいいやん。え、誰も来ない。わあ、講談？え、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。やるぞ。教えを解くよ。誰？あ、みんな来た！わあ、寝る前には歯を磨きましょう。おー、力が強くなったんかな。素晴らしい説教だったぞ。生まれつきの指導者というやつか。お主が選ばれたのも納得だな。教団を導きたいのであれば教場を宣言するといい。そうすれば信者たちはお主に従うだろう。古き信仰の地へと再び向かい、開通石のかけらを探すのだ。新たな教場を宣言するにはそれが必要だ。はあ、ちょっと漢字がむずいです。みんな頑張ってね。自分ちょっと楽ちゃうな。みんなご飯食べないの？大丈夫？行ってくるで。